146から149ですね。これ作っていきます。でようやく半分ぐらいまで来ましたね。あと1年ぐらいですね。今回はエンジンパーツやステアリングが来てます。じゃあ146からいきますね。146ステアリングコラムです。はい、この辺の接着からです。はい、146ステアリングコラムにこのパーツをつけていくんですね。キーシリンダー、鍵穴とイグニッションスイッチです。キーホールとイグニッションスイッチ、そうですね。まず一つ、はい、こうですね。で続いてこれですね、ウィンカーとワイパーのレバーですね。ちょっと曲がってる方、ちょっと曲がってる方が左側、ここです、ここですね。ちょっとここのポッチというか、なんか出っ張りがある方が自分の方に向くような感じですかね。そうですね。はい、でそれをこちらにつけていきます。ここですね、ここにセットして、セットして裏からネジ止めというか、これをつけた上でネジ止めです。このパーツをですね、あの奥です、ここです、ここまで持ってかなきゃいけないんで、これそもそもまた順序がおかしいんじゃないですかね。ここに固定する前にこれつけた方が、ここですね、ここ、ここにはめてネジ止めです。はい、2箇所ネジ止めました。でステアリングコラムがつきました。で今後これが多分こうハンドルと一緒にこう、どこですかね、ここにこう入るんですよね。今回は以上です。続いて147いきますね。147ステアリングの組み立てと基板の取り付け。まずステアリングにこれはエンブレムを貼るという作業ですね。ここですね、ここにエンブレムを貼っていきます。これですね、 Z ですかね、ちょっと見えないですけど、まずこの両面テープ、この両面テープを剥がしてエンブレムの裏に貼るという作業。これを剥がしてここですね。で両面テープ剥がします。Z っていう文字の下にホーンボタンのマークが入ってますね。なのでホームボタンが下ですね、こう、こういう向きですね。ステアリングの方、ステアリングの裏ですね、このパーツをここに接着していきます。接着です。続いてここホームボタンですね、実際のこれ印刷がされてます。ホーンラッパのマークがこう上に向くような感じらしいです。相変わらずね、毎回パーツがすごい少ないです。まず一つ、はい、二つつきました。ラッパの出口っていうんですかね、が上向いた感じですね。こいつに基板をつけるそうです。ここですね、ここに基板、基板の向きはこう、ここにネジ止めです、2箇所。はい、基板がつきました。137の時に届いてたクリップ、137のクリップを心当たりに止めるようです。
37のクリップの両面テープを剥がして、ここですね、ここですね、止めました。で、配線の処理を少しやっていきます。まずこの配線を前のここですね、ウインカーのとこ、ここを通して赤色は左側に来るような感じですね。ここに刺さります。で、続いてここに刺さります。青色が右になるような感じで刺します。で、刺した後これですね、刺した後今くっつけたクリップの方を通しておくような感じの指示ですね。ここ、こんな感じでまとめておけばいいみたいです。はい、以上で今回こことステアリングですね、完成です。ちょっと皆さんも気をつけた方がいいのが、ついつい何かの拍子にこのボンネットオープナーを触りがちになっちゃうんですよね、作業中に。これ触ってここが折れそうになりますんで、ちょっと気をつけた方がいいです、ここ。なんか触らないようにガードを作っておくとか、ちょっと私の方も根元からちょっと折れそうになってます。